What's your 一歩、あなたの原点教えてください。この番組は一歩ラボ合同会社の提供でお送りいたします。こんにちは、一歩ラボの田中です。収録している今日は2月の14日です。 It's a Valentine Day ですね。昨日夜 FM 東京のスクールオブロック聞いてたんですけど、いつも聞いてるんですけど、昨日がね、そのバレンタインデーの前の日ということで、高校生が出てて、で、明日ちょっと告白するんですみたいな女の子が、2、3人ぐらいかな、相談メール相談をしてたんですけど、なんかそういうのを聞くとキュンキュンしてですね、昔の自分のなんか中学生とか高校生時代を思い出したなっていう感じだったんですけど、今日はバレンタインということで、ね、楽しく過ごしてる方も、これから過ごす方もいるんじゃないかなと思うんですけど、そんな日に収録してるんですが、今日はですね、今高校生と新しい木製玩具を開発しているという話をしたいと思ってます。どんなことかというと、大阪にある専修学校クラーク高等学院天王寺校の高校生4人と一緒に教育、教材開発をしています。もともとはですね、去年の5月かな、大阪の万博記念公園であったロハスフェスタというイベントに、一歩ラボとして参加したんですけど、そこにこの天王寺校の先生がブースに立ち寄ってくださって、で、その時は知育玩具を販売してたんですけど、それにちょっと関心持ってくださった流れで、お互い自己紹介をしまして、で、もともとこのクラーク高等学院天王寺校では、SDGs に関するイベントを高校生が主体となって開催して地域の方を迎えたり、あと授業の一環で、高校生が新しく取り組めるようなコンテンツを、常になんかこう募集というか、地域の方とコラボして連携して、取り組むような機会を高校生に提供しているということで、一歩ラボとしてもお話を頂戴しました。先生から話す中で、新しい商品開発を一緒にできないですかねって話になりまして、で、それが実現して今に至るっていう感じなんですね。なんで昨年ぐらいからもう高校生たちとは、自己紹介かねがね話を始めていて、新しい商品開発に向けて今進めているところなんですけど、デッドラインが今年度なんですよね。なんでもう3月末でも決まってるんですけど、メンバーの何人かが卒業してしまうので、来月の末までがデッドラインなんですけど、最近ようやく試作品ができまして、で、それを今ちょっと子供たちに遊んでもらってる最中です。で、今回メンバーは4人なんですけど、4人から3つのアイデアが出まして、で、この商品がどんなところで役立つのを目指してるかというと、スマホ育児問題ですね。問題というとちょっと大層な感じかもしれないんですけど、例えば、家族でレストランとか飲食店に行った時に、子供はなんかこうずっとスマホの画面を見ていて、親子とか家族のコミュニケーションがないんじゃないかとか、そういう家族のコミュニケーション機会を、減らしてしまっている現状があったり、スマホばかり見ていると、視力が下がったり、子供自身のコミュニケーションスキルが、なかなか養えていかないみたいなことも指摘されてたりするんですけど、それを僕らはスマホ育児問題っていうふうに、便宜上呼んでてですね、それを少しでも解決できるような商品できないかっていうことでアイディアをまとめています。で、アイディアは3つあって、で、すべて木製品なんですけど、本当3つともアイデアが全然違うんですよね。一つは数が勉強できる玩具なんですけど、ちょっとソロ版に近いのかな。ウサギとか人参とか猿、バナナ、赤ちゃんのイラストが描かれたピースがそれぞれ5個ずつ、なんで5個25の合計25個ピースがあるんですけど、それが各デザインごとに1列に並んでて、なんで5列あるんですね。で、それを、ソロ版みたいに、棒で固定されてるんですけど、左右にこう、ピースがスライドできるんです。弾くような形でピッピッピッって言って動かせるんですけど、動かして、例えば、ウサギを3匹、人参を2個動かそうとかっていう風に、大人が言ったら子供はじゃあその通りに動かせるかどうか、みたいなことを、ちょっと勉強するような、ソロ版形式の玩具が一つですね。で、二つ目は、いわゆるジェンガに似てるんですけど、ジェンガみたいな木のパーツがあって、割れて3ピースを1段にしてどんどん積み上げていくと思うんですけど、その表面にはですね、国旗がイラストされてて、
シールを貼るんですけど、イラストされてます。なんで例えば日本だと日本の国旗が3等分になってて、それが3ピースそれぞれの表面に貼ってあるっていう感じで、それ以外にも側面ですね、ジェンガで遊んだ時にイメージしていただきたいんですけど、ピースを抜く時にちょっと指で押すじゃないですか。その押すところにも国旗が書いてあって、なので一つのピースに国旗のシールが2枚貼ってある、3枚貼ってる計算なんですけど、例えばもうそのピースをごちゃごちゃにしてですね、ジェンガみたいに積み上げていった時に、じゃあ日本の国旗を作りましょうって言ったら、まあ、その全体の中にある日本の国旗シールが貼ってあるピースをうまく抜いて出して、で上に積み上げていきます。で貼れて3枚のピースが揃って日本国旗が完成したら、クリアみたいな感じなんですけど、そんな感じでバランスゲームと国旗学習が同時にできるみたいなものが2つ目ですね。ちょっと今うまく説明できなかったですね。これ完成したらぜひ見てみてほしいです。で最後の3つ目がボールじゃないか、丸い形のピースがあるんですけど、全部で16ピースあって、でそれを4色色が塗ってあるんですよね。赤、青、黄色、緑の4色なんで、4色かける4個ずつの合計16個があるんですけど、そのピースがクイズ問題があって、そのクイズの問題通りにピースを動かしましょうっていうゲームなんですけど、このピース自体もですねちょっとケースに入ってて、でそのケースにはレールがついてあるんですよね。よくスマホゲームでなんていうかな、例えばフラスコの中に青とか赤とか黄色とかの色が入ってて、まあそんなフラスコが例えば9本とか10本とかあるんですけど、フラスコの中の色を空いたフラスコに移動させて、それを繰り返して1本のフラスコには同じ色しかないようにするみたいなゲームがあるんですけど、ちょっとこれも説明難しいですね、があるんですけど、それと同じようなイメージで、例えばスタート段階ではもういろんな色の丸いピースを各レーンにもう適当に入れるんですけど、その状態から問題集を見て、その問題通りにピースを指を使って動かしていこうと。でそれが例えば何秒できますかとか、まあそもそもクリアできますかとか、まあそういうちょっと挑戦系トライアル系のゲームにしようと思ってるんですけど、まあそれが3つ目ですね。ちょっとこれもぜひ完成したら見ていただきたいなと思うんですけど、もうほんと三者三様の玩具ができそうでして、でこれはすべてもう子供たちのアイディア、まあ、高校生のアイディアを優先した結果です。まあ、今回その一緒に高校生と一歩ラボで商品を作ろうとなった時から、まあ、基本的には高校生中心に進めたいなと僕は思っていて、で一歩ラボはあくまで、まあ、アシスト中心、大事なことは言うんですけど、気づいたことももちろん言うんですけど、基本的にはもう高校生にアイデア考えてもらって、改善点も見つけてもらって、そういった問題集とかも作ってもらうっていう、まあ、極力できることをやってもらおうっていうスタンスでいるので、まあ、サポート役に徹してるんですけど、なんで今回その高校生たちもですね、まあ、活動当初は商品出したいっていう思いしか、まあ、なかったんですよね。でもそこから例えば競合はどんな商品出してますかとか質問したら、競合調査もしてくれたり市場調査もしてくれたりしたし、あとまあ今回どういった子供が使う前提ですかっていう風に質問したら、まあ、幼児、まあ、親子でレストランとかに行って、まあ、自分で座っていられるような状態なので、まあ、小さくても2歳とか3歳とか、まあ、それ以上ってことにしたんですけど、まあ、そういった子供が遊べるようなものがしたいですとか考えてくれたり、あとは実際にもう試作品ができてるんですけど、それを高校の先生のお子さんに使ってもらったりとか、あとは近所の保育園に行ってもらって保育園実習っていう形で遊んでもらったりとかしてもらってるんですよね。でこういったことは通常一歩ラボとして商品作るときにも、まあ、モニター調査みたいな形でやってるんですけど、もうそこも今回は高校生にまるっとお願いしていろいろ発見を見つけてきてもらっています。でこういった今回の経験が、まあ、将来高校生の社会人になった時に生きる経験になってもらえたら嬉しいなと思うし、僕はあくまで高校生の成長に役立ちたいっていう気持ちで関わっていきたいなと思ってるので、3月末の商品発売まででね、あと1ヶ月ちょっとしかないんですけど、高校生と一緒に全力で走り抜きたいなと思ってます。今高校側とは完成した際にはプレスリリースを出そうという話もしているので、ぜひちょっとこれは皆さんにも見てもらえたらなと思ってます。3月上旬にはプレスリリースと、あと商品の写真とかも出せたらなと思ってるので、ぜひご覧いただいて、で今回まずは受注生産で
出していこうと思ってるので、もし気に入っていただけた方はお買い求めいただけると僕も嬉しいですし、高校生にも嬉しいんじゃないかなと思うので、よろしくお願いします。最後は宣伝になりましたが、引き続き聞いていただければと思います。それでは、今日も聞いていただきありがとうございました。また次回の配信をお楽しみに。